生物系特定産業技術研究支援センター事業推進部民間技術開発課です。令和6年6月7日に公募を開始した次世代スマート農業技術の開発、改良、実用化について説明します。なお、本公募の締め切りは7月5日12時です。本説明資料は目次の通りとなっております。本事業を実施するにあたってご留意いただく事項です。1、生検支援センターが実施する事業は補助事業ではなく委託事業となります。2、生検支援センターが実施する委託事業は本来、国等が目標とする施策の実現のために自ら研究開発を実施すべきであるものを専門的な知見や技術を持っている研究機関が提案する研究課題を審査して採択し、委託して実施するものです。したがって、採択された研究課題を実施する研究機関は、自ら提案した研究課題の研究目標を達成することが必須となることにご留意ください。なお、研究機関の途中で実施する中間評価等で、研究成果が研究目標に達成していない場合は、研究課題の統廃合、打ち切りとなる場合があります。本事業の背景と目的です。高齢化等による担い手不足が深刻化する中、我が国の農業の成長産業化に向けては、ロボット技術や AI、IoT 等の先端技術を活用したスマート農業の実現により、生産性向上や労働力不足の解消を図る必要があります。続いて、公募分野についてです。スマート農業技術、機械の開発が必ずしも十分でない品目や分野を対象に、生産現場のスマート化を加速するために必要な農業技術の開発・改良を支援します。表に示した丸印のついた分野及び資金タイプでの応募が可能です。革新的シーズ開発実現、栽培体系改良型、もしくは現場ニーズ改良実現、栽培体系改良型のいずれかの研究資金のタイプで応募してください。研究資金のタイプについてです。研究資金のタイプは、革新的シーズ開発実現、栽培体系改良型と、現場ニーズ改良実現、栽培体系改良型の2タイプで、内容はスライドの記載の通りです。研究費の上限及び研究実施期間についてです。委託費については、1課題あたり、革新的シーズ開発実現、栽培体系改良型は年1.8億円、現場ニーズ改良実現、栽培体系改良型は年1.4億円の上限を設定しております。研究実施期間は3年以内で、研究の実施期限は委託契約締結時から最大で令和9年3月末までです。次に、公募対象技術について説明します。革新的シーズ開発実現型、もしくは現場ニーズ改良実現型を1つ選択することと合わせて、栽培体系改良型の技術を同じ品目の業から1つ以上選択してください。また、革新的シーズ開発実現型、現場ニーズ改良実現型及び栽培体系改良型について、単独での応募はできませんのでご留意ください。なお、すでに農林水産省の研究資金等で着手しているものがある場合には、対象品目が異なる点を、または技術の構成、作動方法が異なることで大幅な性能向上が見込まれる場合は、実施している研究課題名と異なる点を記載してください。応募にあたっては、提案書の要式1および要式2の特に以下の点を記載してください。1、他の研究資金の研究課題と類似する研究課題やスマート農業実証プロジェクトで習得した農業機械や機器等がある場合は、現在の使用状況等を記載してください。2、課題に対するニーズの把握の有無とその詳細について、提案書要式2に事前に調査等を実施する等により、ニーズの把握を実施したか否かを記載してください。3、農業機械や機器等の習得費用を委託費で計上している場合は、その内容と必要性を明確に記載してください。4、これまでの戦略的スマート農業技術等の開発・改良等の
資金制度等の公募において同様のテーマで提案し、不採択となった課題内容で応募される場合については、提案書様式に前回の応募との違いや修正点を明示的に記載してください。過去の研究課題との類似性については、以下の研究資金における課題を参照してください。代表機関の要件についてです。本事業は研究グループでの公募が必須であり、単独機関による応募はできません。応募の際は研究グループの中で代表機関を決めていただき、代表機関から eRAD システムにより応募していただきます。代表機関が eRAD システムに登録していない場合は速やかに登録してください。代表機関の要件は、これから説明する1から8のすべての要件を満たす研究機関等である必要があります。 1、 民間企業、生産者もしくは団体、国立研究開発法人、独立行政法人、地方公共団体、一般または公益法人、金融機関、NPO 法人、大学および大学共同利用機関、高等専門学校、協同組合等の法人格を有する研究機関等であること。代表機関の要件の続きです。2、研究実施に必要な体制および能力を有することとして、以下の要件を満たす機関であること。具体的には、研究開発を円滑に実施するための研究体制、研究員、設備等を有する等、あからかの通りです。代表機関の要件の続きです。3、応募前に事務担当者説明会動画2022年度版を視聴していること。また、契約締結の際に研究倫理に関する誓約書を提出すること。4、令和4、5、6年農林水産省競争参加資格の役務の提供等の区分の有資格者であること。こちらについては、応募までに間に合わない場合、申請中で応募してください。採択課題候補となった場合は、委託試験研究契約書の締結までに準備してください。有資格者でない場合、契約はできません。5、委託契約の締結にあたり、生検支援センターが提示する委託契約書に合意できること。6、日本国内を拠点として研究を実施できること。ただし、国外機関が有する特別な研究開発能力、研究施設等の活用、または国際標準獲得の観点から必要と認められる場合は、この限りではありません。7、本事業に関わる者に関して、過去に結んだ念書、誓約書等の制限条項に抵触していないこと。8、反社会的勢力、あるいはそれに関わる者との関与がないこと。なお、研究管理運営機関を設置して応募する場合の要件については、公募要領の3の括弧4をご参照ください。また、代表機関は法人であることが必須です。続いて研究グループの要件です。本事業では研究の一部または全部を研究グループの構成員以外の他の研究機関等に再委託することはできません。このため、研究グループに参画する研究機関等は、1から8すべての要件を満たすとともに、それぞれの分担関係を明確にしてください。また、応募は代表機関から行ってください。1、研究グループを組織して共同研究を行うことについて、研究グループに参画するすべての機関が同意していること。2、応募にあたって研究グループには民間企業および生産者が参画すること。3、研究対象とするスマート農業技術を導入し、栽培体系を実地レベルで開発・改良できる補助を有する機関等が研究グループに参画すること。4、直近5年間に提案する研究課題の遂行に必要となるロボティクス、情報通信等の先端的な技術要素に係る実践的な研究実績を有する、または提案する研究課題と類似の構造・機構を有するスマート農機・システムの開発実績を有する者が研究グループに参画すること。5、研究グループと生検支援センターが契約を締結するまでに、研究グループとして規約方式、協定書方式、
共同研究方式のいずれかによりコンソーシアムを設立し、必要書類を提出すること。研究グループの要件の続きです。丸六、応募者に所属する研究者の中から、あからうの要件を満たす研究代表者を選定する必要があります。なお、長期出張により長期間研究が実施できない場合、または人事異動、定年退職等により応募者を離れることが見込まれる場合には、研究代表者になることを避けてください。丸七、研究グループに参画する共同研究機関は、あからへの能力、体制を有していることが必要です。なお、研究グループに参画する機関については、研究実施機関を通じて参画できる研究機関等と研究グループを構成してください。研究グループの要件の続きです。丸八、研究グループに参画して研究成果の普及・実用化のための実証実験等を行う普及実用化支援機関は、あからうの能力・体制を有している必要があります。研究グループの要件の続きです。表示している図は研究グループの構成の例です。当該事業は研究グループを組織して応募してください。研究グループには生産者、民間企業、補助を有する機関、課題の遂行に必要な研究実績、開発実績を有する者の参画が必須です。また、採択された場合には、代表機関はコンソーシアムを設立するとともに、構成員の役割分担を明確にして、研究課題を進行することになります。繰り返しになりますが、本公募では丸1から丸3の参画が必須となっております。また、提案内容に様々なデータを活用した育成、気象被害、病害発生等の分析、予想や、施肥や灌水等の作業提案等の農業支援のためのプログラム、ただし農業技術に関する部分のみを対象とし、ユーザーインターフェース等、農業技術と直接関係のない部分を除く、開発を含む場合は、研究期間終了までに農業データ連携基盤、ワグリへ実装するとともに、API の使用や取り扱いについて、第三者が容易に理解し、利用することができるよう、ワグリのウェブサイト等で明示する必要があります。研究グループの中に ICT ベンダー等、API の活用が想定されるサービス提供者を参画させるとともに、ワグリに実装する API については、ICT サービス提供者による稼働試験を複数回行い、ICT サービス提供者から評価を受けてください。プログラム等のワグリへの実装にあたっては、農業データ連携基盤利用規約に基づき、ワグリのアカウントを習得するとともに、利用料が必要になる場合がありますので注意してください。その場合、ワグリの利用料は支援の対象外です。応募手続き、受付期間および注意点です。公募期間は令和6年6月7日金曜日から7月5日金曜日12時までです。本公募の応募の受付は、府省共通研究開発管理システム eLAD からのみ受け付けますのでご注意ください。郵送、持ち込み、メールでの提出は一切受け付けませんのでご注意ください。また、 eLAD 番号を持っていない方は登録手続きが別途必要になります。この手続きには2週間程度を要しますのでご注意ください。応募締め切り直前は eLAD システムの動きが遅くなり、つながりにくくなります。提出期限を過ぎた提出も認められませんので、余裕を持って応募手続きをしていただくようお願いいたします。 eLAD システムによる応募の注意点です。 eLAD による応募手続きには、研究機関の登録や研究者情報の登録が必要となっています。研究機関の登録申請には2週間程度の時間を要することがありますのでご注意ください。スライドの図は eLAD による応募時の注意です。eLAD に必要事項を入力し、応募書類をアップロードしご提出いただきます。この際、事務代表者の承認処理をしないと応募完了になりません。承認処理を忘れたことで応募できない例が散見されておりますので、事務代表者とも確認するなど十分にご注意をお願いします。応募課題の審査について説明します。
応募いただいた研究課題の審査につきましては、公募分野の知見を有する外部有識者及び行政担当者により一次審査として書類審査を行い、面接審査の対象とする研究課題を選定した上で、次に面接審査を行い、採択候補課題を選定します。なお、書類審査結果は公表しません。また、面接審査ではプレゼンテーション資料を用いて説明していただきます。面接審査に進んだ提案については、書類審査終了後にパワーポイント10枚程度のプレゼンテーション資料を提出していただきます。政権支援センターより提出依頼がありましたら、速やかに提出していただきますよう準備をお願いいたします。採択する課題は、本事業の運営管理委員会の承認を得て決定することとしています。研究課題の採択にあたっては、研究計画の見直しや研究費の減額など条件を付す場合がありますので、ご了承ください。審査基準について説明します。審査については、書類審査、面接審査ともに同じ審査基準で審査を行います。審査は A から E の5段階で評価し、55点満点プラス3つの加算項目で審査を行います。審査項目は左側の表1から8の8項目により審査を実施します。加算項目は右側の表1から3の3項目により加算をします。書類審査及び面接審査において、審査項目の点数が38点未満の応募課題は採択しません。また、書類審査においては、審査項目の点数が38点未満の応募課題は面接審査を受けることはできません。書類審査の結果、面接審査対象となった課題の研究代表機関には面接審査の日時についてご連絡します。マッチングファンド方式について説明します。本事業では研究グループに民間企業の参画を必須としておりますが、さらにマッチングファンド方式を適用して民間企業が自己資金を支出して開発改良を行う研究課題については、審査時に点数が加算されます。マッチングファンド方式の適用は任意となりますので、民間企業等が参画していても適用しないことができます。その場合、ポイント加算されません。マッチングファンド方式の続きです。研究成果を用いて新たな商品や便益の開発を行うことにより、将来的に利益を享受することとなる民間企業等が自己資金を負担する場合に加点します。なお、研究グループにおいて複数の民間企業が参画する場合、参画する民間企業すべてがマッチングファンド方式を適用しなければ加点対象とはなりませんので、ご留意ください。ただし、マッチングファンドの対象となる民間企業のうち、実証のみを行ったり、研究成果を活用して利益を得る意向のない民間企業は、マッチングファンド方式の適用は不要です。マッチングファンド方式の対象とならない民間企業として、丸1、丸2のような民間企業が研究グループに参画する場合には、提案書にマッチングファンドの自己負担の対象とならない企業として、その理由を記載してください。ただし、本事業は民間企業の参画がない場合は、応募要件に合致しませんので、ご注意ください。マッチングファンド方式の続きです。マッチングファンド方式の自己資金の対象となる経費につきましては、委託費に計上できる直接経費に加えて、設備備品の償却費や委託研究契約締結前に保有していた試験研究用消耗品が対象となります。マッチングファンド方式を適用する場合には、次の点に注意してください。研究費の翌年度への繰越は原則認められませんが、年度ごとの経費の精算時において、自己資金がマッチング対象額を超過することとなった場合には、政権支援センターが認めた場合に限り、当該超過額を次年度の自己資金に含めることが可能です。また、委託費の精算後にマッチングファンドの条件を満たさないこととなった場合には、委託費の返還となりますので、ご注意ください。公募から委託契約までの予定です。応募に関する今後のスケジュールです。公募受付の締め切りは7月の5日金曜日の昼12時厳守となっています。その後、審査を行い、予定では9月上旬頃に採択課題を決定する予定としております。
なお、審査の状況により、このスケジュールは変更となる場合がありますので、ご注意ください。契約手続きについてです。採択された研究課題については、生研支援センターと委託契約を締結していただきます。本事業において、委託研究の開始時期は、採択の通知後にご提出いただく委託試験研究実施計画書の提出日から2ヶ月を限度として、採択通知日まで遡ることを可能としています。公募に関するお問い合わせです。今般の公募に関してご不明な点などございましたら、原則メールにてお問い合わせをお願いいたします。以降は参考資料となります。こちらは事業の PR 版資料です。緑の食料システム戦略の概要についての参考資料です。緑の食料システム戦略の具体的な取り組み内容です。審査基準の加点項目1、緑の食料システム戦略の推進に資する研究課題に該当するか否かは、本スライドの取り組み内容を参考にしていただければと思います。公募内容に関する概要説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。